まゆかの教えてあげる。今週から東京へ開催代わり、心機一転的中目指すぞ。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな要素を選んで、世界に一つだけの予想ができるんです。ネギシステークスは距離実績のある馬の構想が目立つから、今回は距離適性を重要視してレッド予想してみようっと。フェブラリーステークスに向けて好スタートを切るのは果たして。ネギシステークス本命は3枠6番アンズちゃんになりました。そして対抗は8枠15番モーニン、3番手は7枠14番サクラエール、4番手は8枠16番レーザーバレットという予想結果になりました。ということでネギシステークスのデータ予想の結果は、本命3枠6番アンズちゃんになりました。東京コース5勝の注目馬、前走は初めての中山コースで6着に終わりましたが、上がり最速の記録、自分の庭に戻って末脚爆発です。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加えこちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単、ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか。以上、まゆかの教えてあげる